皆さん、こんにちは。霊夢です。おう、マリサだぜ。リニューアルした韓国経済危機特集は楽しんでもらえてる？これから経済記事を紹介しながら、解説やツッコミを入れていくわよ。俺たちのバイトは順調だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。韓国経済、家計負債爆弾炸裂か。全面的な規制緩和も、DSRY 時。いよいよ秒読み段階か。韓国経済、今年、韓国経済はアジア通貨危機レベルの、未曾有の危機が迫っており、すでに昨年の下半期からその兆候が、顕著になっていた。昨日の LG 電子の営業利益が、9割減。サムスン電子が7割減といったニュースを、取り上げたが、あれはあくまでも輸出関連だ。しかし、複合危機、パーフェクトストームと呼ばれるほど、様々な場所から危機が発生している。その最新情報をサイトや動画で取り上げる毎日となっているわけだが、やはり、家計債務の最新事情も、追っておきたい。基本知識として昨年の9月末あたりの、家計債務は1870兆ウォンである。家計債務の伸び自体は2021年末から1兆ウォン程度しか増えてないのだが、実はこれは安心できる状態ではない。なぜなら、昨年は政策金利引き上げで、貸し出し金利が 8% まで上昇したからだ。家計債務の7割は不動産関連なので、貸し出し金利が上昇すればするほど、利息で支払う額が大きくなる。そして、家を手放す韓国人も、急増して不動産価格が、下落しており、バブルも弾けそうなのも危機である。なら、今年の家計債務は増加しているだろうと、思うかもしれない。でも、実は増加していない。延滞率が低いらしい。嘘だろう、嘘だと言ってよ、バーニー。はい、もちろん作詞である。あるイベントを思い出していただきたい。コロナ禍で苦しんだ企業や自営業の元本利息を凍結する措置が取られていることを。ああ、そんなのあったな。つまり、その措置が延長されているなら、そもそも家計債務の額は増えるはずないよな。だって支払いは事実上ストップしているのだから。そのあたりについても出てくるので、記事の要点を整理してみていこう。記事の要点や引用はマリサの担当よ。おう、今日もしっかり読んでいくぜ。記事の要点。1、昨年7から9月期末の家計負債家計信用統計基準は、1870兆6000億ウォン約200兆円で、過去最高額となった。このうちクレジットカード使用額など、販売信用113兆8000億ウォンを除いた家計貸し出しも、過去最高額の1756兆8000億ウォン家計負債の 93.9% に、しかしまだ問題が発生していないのは低い延滞率のためだ。官銀によると、昨年7から9月期基準で、全体の家計貸し出し延滞率は 0.60% だった。通常、家計貸し出しの平均延滞率が 1-2% 台という点を考慮すると過度に低い。これは一時的な作詞である可能性が高い。3、延滞率が低下したのは、まず政府が個人経営者や中小企業の貸し出し償還猶予及び満期延長など、積極的な新型コロナ金融支援策をした影響だ。低金利を活用して被害階層の生活資金貸し出しも支援した。4、延滞率が上がるまで、1、2年の時差があるという点も影響を与えた。貸し出し初期には元利金償還据え置き期間などがあり、費用負担が相対的に軽く延滞率が低い。通常 1-2% 台の延滞率も、貸し出し初期 1-2 年は 0% 台の低い水準を維持する時差が発生する。5、また資産市場の公共も低い延滞率につながったという分析だ。
過去1、2年間は不動産、株式投資に関心が高まり、更新業者が貸し出しを増やして投資する事例が増えた。6、問題は延滞率を低めていた要因が消えている点だ。まず社会的距離の緩和で、新型コロナ金融支援を維持する名分がなくなった。新型コロナ拡大当時に集中的に増えた家計貸し出しは、1、2年の時差を置いて今年から本格的な上昇曲線を描くという見方が多い。不動産、株式市場の賃貸による資産価値の下落までが重なった。7、家計貸し出しの不良債権化の懸念から。政府は DSR の規制緩和には慎重な立場だ。金融への関係者は DSR 規制まで緩和するというのは、返せる分だけ借り手分割で返済できるようにするという基調を、政府が自ら崩すという点で容易でないと話した。以上の7つだ。要点は以上だ。霊夢、続きだ。わかったわ。続きを読むわよ。順番に見ていこう。まず1は韓国の家計債務のおさらいだ。2022年7から9月期末は1870兆ウォン、約200兆円と、本来なら家計債務の爆弾が破裂しててもおかしくないし、ところがコロナというイベントが発生したことで、政府が大規模な財政出動を行い、借金に苦しむ自営業や若者などに負債を減額する金融支援を行った。結果的に家計債務の爆弾は破裂しないで、政府債務が1000兆ウォンに増加した。それから家計債務は増加したが、まだそこまで危機的な状況が生まれてないというのが2の話となる。問題発生してないのは低い延滞率だからと。昨年7から9月期基準で、全体の家計貸し出し延滞率は 0.60% だった。おお、すごいじゃないかと思うが、通常より 1.2% より低いのだから、必ず何かしらの理由があると。次の3だが延滞率が低い理由だ。これも散々やってきたことだ。政府が個人経営者や中小企業の貸し出し償還猶予及び満期延長など、積極的な新型コロナ金融支援策をした影響。低金利を活用して被害階層の生活資金貸し出しも支援したと。このように借金してても、政府が支援してくれていたレリツクセリなわけだが、あくまでもコロナ禍という非常事態での措置であってそれは続かないと。しかも、韓国政府のやったことは、借金の元本や利息は数年は増えないが、借金が消えたわけではない。これが凍結解除されたら当然、支払い利息も増えていく。つまり、政府によって誤差が発生することになる。これが4の話だ。その凍結解除の影響が、出るのは2023年からということになる。コロナ禍よりも、もっとひどい経済危機の中で、支払い利息が一気に増えるのだ。しかも、数年前に払っていれば、よかったと後悔するほど金利が上がっている。だから、今年に家計債務が2000兆ウォンとか、超える可能性がある。次に5だが、また資産市場の公共も、低い延滞率につながったという分析だ。過去1、2年間は不動産、株式投資に、関心が高まり、更新業者が貸し出しを増やして投資する事例が増えたと。確かに更新業者、つまり富裕層が負債を延滞するようなことはあまり考えられない。しかし、これは経済格差を生み出す原因でもある。投資をするときに元手が多いほど稼ぎやすいためだ。これは簡単だ。同じサムスン電子の株を買うときに、6万ウォンの株を100株買うような投資家と、それを1万株買うような投資家とは利益に、雲泥の差が出る。上の例で経済格差が、つきやすいとはそういうことだ。では、ここで引用しておく。引用はマリサの担当よ。おう、任せておけ。
通常、中、低信用者は貸し出し取り扱いから3年ほど、経過した時期に延滞率が 3.5% まで急騰するが、高信用者は同じ期間、延滞率が 0.1 から 0.3% にとどまる。不動産と株価が急騰した2021年4から6月期、高信用者の貸し出しは1年前に、比べ 10.9% 急増した。高信用者の貸し出し増加は全体の、延滞率を低める。引用は以上だ。霊夢、続きをどうぞ。ありがとうマリサ。では、見ていくわ。韓国がコロナ禍の金余り減少で、不動産バブル、株バブルで、国民総出で投資を、していたことがよくわかる。しかし、今はそれもない。でも、賢い投資家はとっくに売り抜けしてるだろうな。で、6が一番問題の部分だ。まあ、これはそのまま読んでもらえればいい。時差ができたので、これから借金が本格的に、増加すると。それなのに金利の上昇プラス不動産価格の、下落まで追加されている。いやー、大変ですね。どう見てもコロナ禍よりもな。次に7だ。DSR 規制についてだ。総負債元利金償還比率 DSR については過去にも何度か取り上げた。これが年収の 40% 超えない範囲で銀行から住宅担保融資が受けられるという。しかし、ここで大きな修正がある。無住宅者に対する住宅担保ローン比率 LTV 規制が12月1日から 50% に一元化されたのだ。つまり、DSR 規制よりも LTV 規制が緩和されたと。細かいので深くはやらないが。DSR で大事なのは 40% のボーダーラインと述べたことを覚えてるだろうか。40% 超えると月の返済額が大きすぎて生活が途端に苦しくなる。だから、ここで 40% と、規制していると。でも、貸し出し金利が増加して、もう6割とか、多重債務者だと7割とかあったよな。だから、規制緩和をすれば不動産買う人が、増加するわけだが、それには政府は慎重な立場だと。これは、緩和すれば借金する人が、増えるからだ。で、最後はマイホーム支援なんてものをまたやってるそうだ。引用しておく。マリサ、これが最後よ。おう、ラストだな。頑張るぜ。マイホームが必要だが DSR の壁に阻まれている実需者なら政府が今年1年間に一時的に運営する。特例マイホームローンに注目する必要がある。住宅価格が9億ウォン以下なら所得に関係なく最大で5億ウォンまで融資を受けることができる。金利は年 4% 前後になると予想される。1年間に返済する元利金が総所得の 40%、ノンバンク 50% を超えないようにする DSR 規制が適用されない。従来の融資の借り換えもできる。引用は以上だ。霊夢、最後だ。マリサ、お疲れ様。ゆっくり休んで。韓国の場合は結婚するときに、住む家を旦那が用意するという風習があるようで。つまり、家がない場合は結婚もできない。結婚もできなければ子供も生まれない。これが出生率が世界最下位である理由にもなる。この特例マイホームローンって、地雷になりそうだよな。うん。こちらの想像通りなら、これは1年後ぐらいに何かしらの問題を引き起こしそうだ。特に DSR 規制が適用されないというのが実に危険な香りがする。5億ウォンって日本円で5276万だ。いくら家を買うためとはいえ、そんな5276万を借りて金利 4% 前後とか、そんなの払えるわけないだろう。さすがユン政権といったところか。ニュースは以上ね。韓国政府は不動産バブル崩壊を防ぐために、このような支援をしているわけだけど、一歩間違えれば状況が悪化するわ。そうだよな。
すでに1870兆ウォンの家計債務があるのに、また融資して増やそうとしてるものな。家計債務がすでに信用萎縮を引き起こしており、利息凍結解除が始まっている。今年にそれが数値になって出てくるのか、注目ね。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録もよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。